なんかの感じ。勝るとも劣らない。あんなのが他にも。まさか。あれほどとは思わなかったかな。このクオンにそう言わせるのか。そこまでなのか。うん。それもあるけど、やっぱり世の中広いなって、ちょっと感慨深く思っただけかな。 大丈夫か？ひょっとしたら体の力が抜けてしまって。あんなことがあったんだ。無理ないか？怖かっただろうが、もう大丈夫だ。いえ、そうではなくて、オシタル様とお話しして緊張してしまって。なんだ、 そっちだったか。しかし、あの人物がただものじゃないってのは分かったが、ルルティエだってお姫様なんだろ。そんなに緊張するものなのか。そんな私なんだ。オシトレ殿は若くして無冠の身から功を立て、大和の双璧と呼ばれる不幸へ大将まで上り詰めた方でおじゃるからな。異例の速さで好意に上られながら、物の筆あることにおごらず、 孔明盛大、民にも絶大な人気なのでおじゃ。何よりも帝からの信頼も熱いお方なのでおじゃるよ。ルルティエ様が緊張するのも無理ないでおじゃるよ。心ない者は成り上がり者と陰口を叩いたりするでおじゃるが。それはまた絵に描いたような英雄像だな。その通りでおじゃるよ。マロも鼻高々でおじゃる。 なんでマロ殿鼻が高いんだ。おじゃ、一人はその同じ国の禄を食む者としてということでおじゃるからして。よくわからんが、そんなもんか。そういえばウコンはまだ戻って。お、呼んだか。随分とゆっくりのご帰還だな。こっちは大変だったんだぞ。悪い悪い。 奪われた二の回収に少々手間取っちまってな。なんせこいつを無事に運ぶのも大切なお役目だからよ。それでウコン殿、討伐はどうだったでおじゃ。の手引きが完璧であっさり奇襲が成功したもんだからな。あっけなく片付いちまったよ。多少怪我人は出たが、みんな無事だ。それより聞いたぜ、そっちは敵の親玉を取ったっていうじゃねえか。 ニョフフ、聞いたでおじゃるか。白旦那の勇姿見せたかったでおじゃるよ。いや、自分は身を守ってただけだしな。何言ってやがるわ。姫様の護衛で待機してると思ったら、おいしいところ持ってきやがって。まさか待ち伏せして一網打尽とは恐れ入ったぜ。いや待て、こっちはただ偶然いただけで巻き込まれただけだ。おいおい、あんまり謙遜しすぎると嫌味になるぜ。 <笑>たまたまだってのに運が良かったのか悪かったのか。それよりお姫さんを危険な目に遭わせて悪かった。いくらなんでもあれは想定外だ。ああ、いいんじゃねえの、無事だったんだからよ。それに姫様にはいい経験と箔付けになったと思うぜ。いいのか、それでお姫様が経験することじゃないだろう。いや、 姫様ってのはいざとなったら戦場へ出なきゃならん時がある。賊の退治は箔がついていいのさ。箔ね。これをきっかけに少しは自信をつけてくれりゃいいんだがよ。なんか言ったか。いや、なんでもね、独り言だ。それより賊の首領を抑えたんだ。きっと何らかの謝礼が出るはずだぜ。そういや、そんなようなこと言っていたな。 なんせ大将首だ。何人かで分けても豪勢な酒盛りぐらいできるんじゃねえか。それはまことでおじゃるか。おう、期待してもいいと思うぜ。やったでおじゃる。ついにマロにも運が向いてきたでおじゃるよ。随分なはしゃぎようじゃないか。恥ずかしながら手元不如意な生活をしてたでおじゃるから。でも、これで新しい筆や硯、
もしかしたらへそくりを合わせて所感も変えるかもしれないでおじゃ。そう、楽しみにしてな。これはマロロ殿に一杯おごってもらわないとな。ちょ、バカだ、やば。そんなぶしつけな話でもないだろうに。どうしたでおじゃる、そのくらいは振る舞うでおじゃるよ。どうしたでおじゃるか。いや気持ちだけもらっとくぜ。そんな遠慮はしないでほしいでおじゃる。みんなで酒を飲み交わすでおじゃるよ。なんでおじゃるか、マロとは酒が飲めぬとでも。ハク殿は付き合ってくれるでおじゃるよな。まあ思ってくれるのを断りはしないさ。しかも祝いの酒だからな。それより一体どうしてマロロの誘いを受けないんだ。気持ちよく受けた方がいいだろ。いや、マロロ殿の気持ちは嬉しいが、お家のために金を工面しているのを知っているので。せっかくですから自分のために使った方が良いのではと。それはそうでおじゃるが、せめて極上の酒を皆に一杯ずつぐらいなら大丈夫でおじゃ。それにまた金がいるだろう。うちんとこの親方が屋根を修繕するように言われてたらしいし。え、何の話でおじゃ。やっぱり知らなかったのか。ああ、確か織物を取り寄せたりもしてたよな。え、本当でおじゃるか。ああ、またいつもの。まさか嘘だと言ってほしいでおじゃる。そのなんだ、夢は覚めるものなんだぜ。また借金地獄でおじゃるか。すまねえな、気の毒すぎて言い出せなくてよ。というかこの重苦しい雰囲気は勘弁だな。そう落ち込むな、代わりに自分が奢ってやるから。本当でおじゃるか。まあ友達だろ。なんかよくわからんが、あまりにも哀れで見てられん。このくらいはいいか。ハクってば、そんな切符のいいこと言っちゃって。でもいいか、ちゃんとハクが体を張って稼いだお金だから、友達のためにそうするのって嫌いじゃないかな。じゃあハクの小遣いから引いとくね。小遣い。ああそっか。ハクのお金の管理は私がすることになるから、基本ハクは小遣い制だよ。いやちょっと待て、なんで小遣い。危なっかしくてお金はハクに任せておけないかな。なんでだか放っといたら考えなしに全部使っちゃいそうだから。そんなことは。今回だっておごるとか言うし、間違いないかな。さすがあんちゃん、言うことが違うぜ。みんなごちそうだ。な、ちょっと待て、おごるったってマロロにだけだぞ。みんなの前でおごると言っちゃったんだから、一人だけとかダメだよ。だから心配なのに。今回は特別、仕方ないから足りない分は私が立て替えておくかな。おう、デートのいつものとこで合流だ。同士になります。お前だからそんな勝手に。ハク殿、マロのためにそこまで。なぜ、どうしてこうなった。
見えてきたぜ。帝都目的地さ。まさかあんなに。どうだい、姉ちゃんとこと比べて。そうだね。うん、まあまあかな。まあまあ。こんなに大きかったなんて。ルルティエも初めてなのか。あまり国から出たことがなくて、ですからとっても楽しみでした。よしおめえら、あと一息だ。うまい酒に三階の珍味が待ってるからな。ちゃっちゃと荷物を引き渡しに行くぜ。やっぱり帰りたくないでおじゃる。また何か借財が増えているのでおじゃるな。帰りたくないでおじゃる。帰りたくないでおじゃる。そもそも白くてよくわからないんだがな。うわあ、でかい。見事なもんだね、こりゃ。薄っぺらな飾りではない。重みを感じるというか、うん、こりゃすごい。ウコンのやつがこんな集落とは比べ物にならんと言っていたが、まさかここまでとは思わなかった。確かにこりゃすごいな。建物もすごいが、人混みもすごい。今日は何か特別な日なのかな。祝祭の日とか。うん、いや何もないはずだがな。そうなんだ。それにしては人が多いような。いや、いつもこんなもんなんだぞ。いつも？ああ、うん、そうなんだ。いつもこんな感じなんだ。そう。どうかしたのか？え？いや、さっきからブツブツとつぶやいてるから何かあったのかと思ってな。ううん、別に何も。ただ私の故郷よりほんの少しだけ賑やかだったから、ほんのちょっと驚いちゃっただけ。ただそれだけかな。うん、なるほど。にこやかな笑みを浮かべながらも、眉をさらに引きつかせてる理由がなんとなく分かった。にしてもやけに悔しそうだな。おそらくクオンの故郷より。いや、やめとくか。さて、俺たちはこのままこいつを大代理まで届けに行くんだが、
姉ちゃんたちはどうする？そうだね、まずは寝床の確保かな。都の見物がてらに旅籠屋を探すつもり。そうかい、そういうことならいいとこ知ってるぜ。よければそこを紹介するがどうだい？いいところか。それにと、いや待った待った、いっけね忘れてた、他の宿を取られちゃ困るんだった。え？いや、帝都に着いたらみんなで仕事納めの宴をするってのが習わしでよ。そのつもりでもう店の方に予約を入れさせちまっててな。宴とな。そういや腹が減ったな。もうすぐ都に着くからって昼の休憩なしで来たからな。つまり私たちを歓待してくれるってこと？ああ、野郎どもの慰安も兼ねてな。どっちかといえばそっちが本命っぽいな。せっかくだから喜んで参加させてもらおうかな。ハクもそれでいい？まあ構わんよ。よし、歓迎会の宴となれば、これはただ飯な予感。都に着いたら外での飲食代は自腹でと言ってたからな。ただ飯最高。そうか、そうしてもらえると野郎どもも喜ぶぜ。何せあんちゃんのおごりだからな。なぬ、肌酒ほどうめえもんはねえからな。忘れてた、帝都でみんなにおごるって約束だった。テロは冗談だ、先に一杯おごるって言ったのは俺だからよ。ここは一つ俺の顔を立ててくんねえか？そこまで言うのなら仕方ないな。ごちになろう。ハク、顔色が良くないかな？気のせいかな。ああ、そうそう、これから宴をする店ってのがちょうど紹介しようと思ってた旅籠屋でな、騙されたと思ってそこにしてみたらいい。何しろ、いや、こいつは見てからのお楽しみってな。特に姉ちゃんは気に入ってくれると思うぜ。もうすぐだ、ほれ、見えるだろう。この先に見えるあの門までだ。あの門ってどこに？って、遥か向こうすぎて豆粒より小さいあの門までか。どこがもうすぐだ。あれは何かな？ありゃ聖廟だ。聖廟？この国の祭壇みたいなもんだな。祭事の中心になる場とか、五穀豊穣を恋願う場とか、まあそんなようなところだ。そうなんだ。実は興味津々って感じだな。何か言ったかな？いや、何も。出資いたしました。正常の宮のことほぎ、いやさかなることを願いまして、名産の品など慎んで立て祭りたく、ここに参った次第であります。ああ、なるほど。献上品を届ける際の口上の練習か。ここに何用か。目的と名を名乗られい。どうするんだ。
ああ、すまぬがよく聞き取れなかった。もう一度言ってもらいたい。なんか手間取ってるみたいだな。腹減ってんだが、まだ終わらないのか。このままだとまだ時間がかかりそうだな。仕方ない、とっとと終わらせるか。我らは九十里王王禅様の使い。このお方は九十里が姫巫女ルルティエ様である。こたびは正常の御世を祝い、さらなる繁栄を願って名産の品など献上したくここに参った。ことの次第しかと拝聴しました。王禅王の名代とはつゆ知らず、数々の無礼の段、どうかお許しを。では見印を改めさせていただきます。ルルティエ様。見印を拝見させていただきたいのですが。はい、ただいま。確かに遠路お疲れ様であります。お通りを。ありがとうございました。ありがとうって、何がだ。はて、何か礼を言われるようなことしたか。その、さっきの。先ほどの助け舟を出して代わりに口上を述べたことかな。ああ、なんだ、そのことか。でも、ハクが助け舟を出すなんて思わなかったな。ちょっと見直しちゃった。そうか。言えない。腹が減ってて、とっとと済ませてもらいたかったから代弁したなどと。そんな純粋にありがとうございます。な瞳をこっちに向けないでくれ。よく考えてみたら、こっちが何もしなくてもクオンが助け舟を出すつもりだったんだろうな。もしかして余計なことをしたのか。よし、ここだ。着いたぜ。やっと着いたか。いくらなんでも広すぎるだろう。お待ちしておりました、ウクオン殿。お疲れ様であります。おう、今戻ったぜ。こいつが九十里からの献上品だ。丁重にな。はっ。じゃ、後のことは頼んだぜ。はっ。あ、いや、ちょっと待ってください。どこへ行くんですか。報告やら手続きやらをやっていただかないと困りますって。いや悪いな、疲れてるんで細かいことはまた明日にな。あ、ちょっ。よかったのか、置いてきただけで。こっちとしては長々待たされずに済むからありがたかったな。もともとあそこオシュトルの屋敷に届ける手はずになっていたからな。オシュトル、あの仮面の男か。あそこに届けとけば後の手続きやら品定めやらは全部やってくれるからな。だからルルティエ様、そんな心配しなさんなって。名代としてきたお姫さんとしては不安だろうが、あとは向こうに任せておけば何の心配もいらねえからよ。はい。てなわけだ。さて、宴宴。そういえば
あの二人どこへ行った？大代理の門まではいたと思うんだが。着いたぜ。ここが旅籠屋白楼閣だ。この都ではかなり有名なんだぜ。ああ、なんていうか他とは違った雰囲気の建物だな。風情があるというか、広い上に随分贅を凝らした造りだ。しかもそれなのに嫌味を感じさせない。この一風変わった旅籠屋はここの女将の趣味らしい。ここだけの話だ。女将はめっぽう色気があって、腕っぷしもすげえらしい。色っぽくて腕っぷしって。腕っぷしだけは申し分ないな。おい、みんなが待ちくたびれてんだ。もう行くぜ。よ、そこの女子さん、うちの連中はもう集まってるかい？はい、お連れの方なら乃木区のまでもう始めておりますが。そうかい、ありがとうよ。えらく忙しそうだな。たくあいつら、主賓も待たねえで勝手に始めやがったが。悪いな、こっちから誘っときながら勝手に。よ、いや別にいいんじゃないのか。待たせるのも悪いし、先にやっててくれた方が気が楽だ。それよりここの人とは顔見知りみたいだったが、常連なのか？お、まあな。ここは同じ格付けの旅籠屋や料亭よりもちょいと割高だが、料理もうまいし、いい酒も揃えてある。なんていうのか、壺を押さえてるってやつか。感じも悪くないしよ。確かにいい雰囲気だね。廊下は磨き上げられていて、感じのいい装飾にも手入れが行き届いているみたい。それにちゃんと見えないところにも気を配っているみたいなのも感じがいいな。さすが姉ちゃんだ、わかってるね。なわけでルルティエ様、この旅籠屋であれば申し分ないと思うんですが、どうですかい？気に入らなければ別んとこに案内しやすが、どうです？いえ、気に入らないとかは。不満そうって感じじゃないな。どちらかというと不安？こんな素敵なところ。ウルティエ様んとこの城に比べたら大したことねえかもしれやせんが。そんなこと。あそこは素敵とは違うと。もしかしてこういうところは初めて？はい、あまりお城から出たことありませんでしたから。そっか。そういえばここって同じ格付けのとこと比べて少々割高って言ってたけど、どのくらい違うんだろう？ん？そうだな、階によって違ってくるが、まあ安い部屋で同じ格付けの旅籠屋の5から8割増しってとこか。そうなんだ。どうやらルルティエのために宿をここに決めようかと思ったが、値段を聞いて躊躇したっぽい。何か言った？いや何も。まあここが割高なのも訳があってだな。ああそうだな、もう始めちまってるんなら急いで行く必要もないか。よっしゃ、ついてきな。いいもん見せてやるぜ。この香り、嘘、もしかして
ここだここ。姉ちゃん、扉を開けてみな。はあ、こりゃ大したもんだ。落ち着くな。いい香りだ。おーで、この辺りじゃ珍しい湯船の張られた大風呂はよ。この旗親自慢の大浴場だぜ。すごい。こんなお風呂初めて見ました。だろう。この掛け流しで湯が溢れ出る贅沢な湯船なんてのは、よその旗小屋じゃお目にかかれねえだろうな。天井人の屋敷にだってこんなでかい湯船はねえくれなんだぜ。風呂好きの姉ちゃんなら多少割高でも喜んでここにすると思ったんだがな。まあそれはいいとして、どうでパーッとやる前にここで旅の汗を流して、って聞いてんのか。薬物を扱いすぎて禁断症状でも現れたか。ゆう。あ？お湯。あ、おう、風呂だな。湯船。我を忘れるほどはしゃぎまくるって、どんだけ風呂好きだ。自分の姿もしていることも気づいてないっぽいし、気づいてないにも程があるだろう。はあ、ルルティエったらダメかな。着物を着たままお風呂に入ったりして、お風呂ではちゃんと服を脱がないとね。はい、それ。
何か言ってるが、何を言ってるのかわからない。何を言ってるのかわからないが、どうやら荒ぶってらっしゃるようだ。仕方がない、ここはウコンのやつを身代わりに山任せて。っていない。じゃあごゆっくり。出口まであと少し。何が？どこに行くつもりかな？乙女の柔肌を見ておいて逃げようとするのはどうかと思うな。いや、それは見たっていうより見せたんじゃないのか。何か言ったかな。え、何でも。水鉄砲だが、ただの水鉄砲ではない。あれは恐ろしいほどまでに圧力が加えられた何かだ。なあ、落ち着け。何も見てない、見ないって。本当かな。あれをどうやったら見ずにいられるんだとは思うが、ここでごまかさないと命に関わる。ほら、すごい湯気だったろ。だから何？ほとんど見えてなかったって。お前は背を向けて脱いでたし、ルルティエはすぐに湯船に沈んだし、目があったと思ったのなら気のせいだ。気のせい。つまり一部始終見てたってことかな。ああ、墓穴を掘るとはこのことか。ハク、乙女の柔肌は安くないんだよ。お仕置きかな。よせ、やめろな。話せばわかる、わかるから。成敗。よし、野郎ども、杯は持ったな。
帝都への帰還と新たな仲間を歓迎して乾杯。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 どうぞ。あっと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 。お風呂上がりにキンと冷えたお酒をキュッと。うん、格別だね。しかし言葉遣いや仕草は上品なんだが、妙に親父臭いような。まあ何にせよ機嫌が治ってよかった。ルルピエは、こっちの機嫌はそうは簡単に治らないか。なんで、あんちゃん、杯が乾いてるじゃねえか。おれ、もう一度乾杯だ。素晴らしき仲間に乾杯。主賓を見捨てて逃げた上に放置して先に始めていた仲間に乾杯。うめえ。無視すんな。おかげでひどい目にあったわ。いいじゃねえか。あんな眼福に預かれたんだ。その程度安いもんだぜ。確かにその通りだが、釈然としない。しかし不思議と腹が立たないのはこの男の奇妙な人徳かね。はあ、うまい。俺俺遅れてきたんだ。駆けつけ三杯だぜ。仲間な。はあ、ほれ宴杯だ。よっ。本当、一仕事終わった後の酒はうめえな。考えてみればかれこれ10日以上この連中と共に旅をしてきたのか。命に関わる危険な目に遭ったことも一度や二度じゃない。出会った頃はまさかこんなことになるとは夢にも思わなかったが、そうだな、悪くないかもな。はい、ハクの分ね。そうに食べるな。ご機嫌そうで何よりだ。そういやこっちに来るまで不機嫌だったのが、目の前の料理を見た途端コロッと機嫌が治ったな。そうだ、今度からクオンを怒らせた時は何かうまいものを食わせるとしよう。まあまじまじと裸を見られたんだ。当然もう反応なのかもしれないが、とはいえこれは避けられてるみたいで地味にへこむな。あとでもう一度ちゃんと謝っておくか。はい、ルルティエも食べて。え、あ、ありがとうございます。それじゃあもう一口。あーん。あの。はい。あーん。あーん。そしてもう一度。乾杯。乾杯。
もしかして気を使って場を和ませてくれたのか。なんか妙な雰囲気を醸し出してる気がするが。俺あんちゃんも杯が空いてんぜ。あ、まあ。ハクだな。マロとも酒を酌み交わしてほしいでおじゃるよ。なんだ、いたのか。ひどいでおじゃる。いたでおじゃるよ。完全に出来上がってるな。おお、そうだな。マロロ、あんちゃんの杯に注いでやってくれ。任せるでおじゃるよ。さっさ、遠慮せずに飲むでおじゃ。お？誰だ？いやー！よ、待ってました！ネコネちゃん！何をしてるですか？は？いきなりなんだ？っていうか誰？可愛いが随分おっかない感じの子だな。なんかこっちを非難しているっぽいが、そんなことをした覚えは。それ以前に初対面のはずだよな。一体何をしてるですか、兄様。あ、兄様だと？いや、自分にじゃない、後ろの。おお、ネコネ、いいとこに来たな。どれ、おめえも一緒に。ウコンの妹？これが？あ、何か変か？いや、変も何も。兄弟というよりどちらかといえば親子？ネコネ、な不機嫌そうな顔してっと男が寄りつかなくなるぜ。余計なお世話なのです。それに男の人なんてどうでもいいのです。いや、そろそろ年頃なんだし、いつまでも兄ちゃん子ってのもな。そんなことより、こんなとこで何してるですか。しばらくぶりにテートに帰ってきたというのに、報告も引き継ぎもなく、家にも帰らず、こんなところで飲んだくれて、一体どういうことです。なあ、そのあたりならちゃんと他のやつに頼んどいたから問題なしだ。頼んだだけでなく、ちゃんと本人がいてくれないと困るのです。まあそう言うなって。それよりも今はみんなをねぎらって、新しい仲間を歓迎することの方が大事なんだからよ。どう、そうだ、いい機会だから紹介するぜ。こいつは俺の妹のネコネだ。俺にはもったいねえくらい出来のいい妹でな、ちょいと融通が効かねえのがたまに傷だが、よろしくしてやってくれ。はじめましてです。で、この発酵そうなあんちゃんがハク、そっちのべっぴんな姉ちゃんがクオンで、かわいいジョーちゃんがルルティエ様だ。よろしく頼む。って発酵そうは余計だ。私はクオン、よろしくお願いかな。ルルティエです、よろしくお願いします。ではなく、話をそらさないでほしいのです。まあまあまあ、ネコネ殿、今はせっかくの祝いの席でおじゃるよ。もっと笑ってほしいでおじゃる。学士様になった途端、私にご講説ですか。随分と偉くなったものなのです。いぐい、いや、そんなつもりでは。
そんなに怒るな。せっかくの可愛い顔が台無しだ。怒ってなんていないのです。もし怒っているように見えるのなら、神様が怒らせてるので。